はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで本日も引き続きですね、最強シリーズやっていきたいというふうに思っております。やはりサッカーのレジェンド中のレジェンドですね、この選手の最強シリーズやっていかなきゃいとなということで、ヨハン・クライフですね。はい、第2回目の登場となりましたヨハン・クライフの最強の作り方、もうこれはこれしかないだろうというような作り方になってますので、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでこちらヨハン・クライフですね。第2回目の登場となりましたヨハン・クライフ、今回は OMF での登場で、プレースタイルがなんとムービングフォワード系統ということで、ミッドフィルダーなのにフォワード系統という、なんだそれはというような状況になっておりますが、最初のですねアップデ考察、ガチャ考察の時に OMF のムービングフォワードはおそらく強いぞというような予測を僕はお話しししていたと思います。で結果ですね、使用感のお伝えすると思った通りでした。かなり良かったですね、 OMF のムービングフォワード系統ヨハン・クライフ、非常にですね、まあ、使い心地はいいなというふうに感じております。なんなら OMF の中で、まあ、いろんなプレースタイルがありますよね。アタッカーだったりとかインサイドハーフだったりとか、ある中でも僕は今回のこのヨハン・クライフの動きはベストなんじゃないかと思うぐらい、かなり気に入っております。はい、まあ、さらにはやはり、センターのレーン特徴を持っているということで、長生きすることももう間違いないかなというふうにも、思っていますので、本当にこのヨハン・クライフはね、手に入れたら、長く使っていける、非常に優秀な選手に仕上がっているかなというふうに思います。はい、ですのでまあだからこそですね、しっかりと、強いクライフ作ってですね、長い期間活躍してもらいたいというふうに思いますので、しっかりと考察していきたいと思います。まずスキルからいきましょう。はい、スキルはこんな感じで、オプティマスシュートとマーベラストラップをつけています。はい、まずファーストチョイスですね。ファーストチョイス、ここおすすめは、複合系のシュート、ミドルレンジのシュート、複合系のミドルレンジのシュートが、おすすめです。やはりですね、ヨハン・クライフ、その名、異名は、フライングダッチマンですよね。空飛ぶオランダ人ということですし、まあ、それも踏まえてやはり、まあ、クライフといえば空中戦だろうというところが一つで、もう一つは、まあ、OMF なんですけども、まあ、意外とこぼれ球だったりとかっていうところで空中戦の反応もあるというところもあるので、まあなければですよ、なければもうレジアスシュートという、最強の、ミドルレンジシュートでいいのかなとは思います。レジアスシュートないのであれば、よかっ、まあ、できればやっぱりウィムジーシュートだったり、そうですね、まあオプティマスがあればもちろん最強なんですけど、まあ、オプティマスはかなり激レアの、シュートスキルだと思いますので、複合スキルだったら、まあ、キャバリアでもウィムジーでもトリックでも何でもいいのかなというふうには思います。できればですね、複合系のミドルレンジをここに入れておくと、空中戦でもフライングダッチマンしてくれますし、ミドルレンジでもシュートスキルが発動してくれるというところで、まあ、おすすめは複合系という形になります。でなかったら、まあ、レジアスシュートですね。ミドルレンジ最強の、シュートバフ、レジアスシュート、まあ、ない場合はレジアスシュートですね。ミドルレンジ系最強の、シュートバフのレジアスシュートっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。オプティマスがベストな理由としては、やはりですね、 OMF のムービングフォワード系統ということで、まあ、今のところですね、ジョーカーがいないというところ、まあこの後出てくるとは思いますが、まあそれがどちらかわからない現状では、中回復のこの回復がついてるっていうのはすごく大きいかなというところ、そしてヨハン・クライフの強いところであるシュート、ドリブル、精神力のこの3つ全てが一定時間で特大アップするということで、まあその後無双感が始まるというところも含めて、オプティマスシュートはやっぱりベストな選択になってくるかなというふうに思っております。まあなければ先ほど言った通り他の、複合系をつけましょう。そして、もう一つ最後の選択肢ですね。ここがですね、まあ、僕はトラップを選択しました。まあ、おすすめはやっぱトラップかなというふうに思います。まあ、中央のところでボールさばきという意味では、まあ、結構ボールタッチ回数も多いですし、なので、まあ、トラップする、ボールをタッチするたびにトラップのチャンスがあるということを考えると、マーベラストラップですね。相手ディフェンダーを崩壊させていく。プラス一定時間トラップキープが特大アップする。ディフェンダー選手全員のタックルが中ダウン。
というところでマーベラストラップを選びました。まあ、もちろんマーベラストラップじゃなくてもエクストリームトラップでもいいと思いますし、プリトラ、アグドラでもいいのかなというふうには思います。一番まあベストで強いのはマーベラス、それからエクストリームの、まあ、どっちかかなというふうに思いますね。まあ、あとはマスター勢のみですけども、もうそろそろ次の大会ぐらいで、何人かのオーナーさんはですね、あのエクストリーム P、でしたっけ、何でしたっけ、なんたら P みたいな、まあ、エクストリームトラップの5凸バージョンの最強スキルを継承できる選手を手に入れることができると思います。まあ、次の大会で僕もゲットできると思うんですけど、それをやっぱつける一番ベストな選手に今いるのは、このクライフなんじゃないかななんていうふうにも思ってます。まあレーン特徴センターも持っていて、ステータス的にも最新のステータスで、でまあ、ピタッとここにも当てはまるというところでは、現状ですね、このエクストリームトラップの5凸バージョンが、当てはまる選手で一番長生きしそうなところで言うと、まあ、ヨハン・クライフというところになるのかなというふうにも思いますので、おそらく今回の SWCC5 ですね、このヨハン・クライフに5凸のトラップがついた最強ヨハン・クライフっていうのも、ちょこちょこ出てくるんじゃないかなというふうにも思っております。はい、ということで、まあ、クライフの2つのスキルは、ベスト、僕の中でのベストはもうオプティマスシュートとマーベラストラップ、もしくはオプティマスシュートとさっき言った5凸版のエクストリームなんてつけたらもう最強中の最強というふうに思います。はい。で、トラップがないよという方は、ここに関してはロングシュートでいいのかなというふうに思います。このアグトラ、プリトラ、マーベラス、エクストリーム、このあたりのトラップがないよという場合はですね、まあ、ロングシュートをつけて、デアルテロングシュートの上位版の S ランクのロングシュートをつけて、S ランクのロングシュートとデアルテロングシュートの、まあ、20の、2段階の発動抽選を受けれるようにするというのがいいんじゃないかなというふうに思います。もしくはオプティマスシュートのところにレジアスシュート、まあ、要は複合ではないレジアスシュート、ミドルレンジ最強のシュートバックシュートをつけておいて、残りの1枠で空中戦でも発動するようなキャノンヘッド、ボンバーヘッドっていうのをつけていくっていうのでもありかなというふうに思います。はい、まあ、ムービングフォワードってフリットで始まったと思うんですけど、まあ、フリットもやっぱヘディング結構、イメージありますよね。なんでやっぱこのムービングフォワードっていうのは OMF で終えたとしてもヘディングチャンスっていうのは結構ありますので、まあ、そういう意味ではそういう作り方してもいいのかなというふうに思います。でいずれですね、複合系を手に入れた時にこの、複合系で2つまとめて、一役させて、一枠空けてここに、ロングシュートかトラップかっていうような感じですね。やはりこのヨハン・クライフは長く活躍してくれること間違いないので、そういう使い方して、そういう風にですね、いいスキルが手に入った時により強くしていけるというような状況にしておくっていうのも一つの手かなという風に思います。はい、さあ続いてこちらですね、遺跡特訓に関しては、勝者の嗅覚とマグネットタッチをつけています。ここがですね、まあ、唯一ちょっと落とされてるなというところでもありますが、アンタッチャブルのみ、ドリブルの発動率特大アップのみですので、ここはやはり勝者の嗅覚をつけてオプティマスシュート、もしくはレジアスシュートだったり他の複合系のシュートの発動率を特大アップしてあげる。で残りはトラップをつけてるので、もちろんマグネットタッチをつけないといけない。強いトラップと、このマグネットタッチっていうのはもう絶対的な、コンビみたいな感じですね。常につけておきたいコンビネーションかなというふうに思いますので、マグネットタッチというふうにしております。もちろんトラップをつけていないよという方、ロングシュートだけだよという方は勝者の嗅覚でもいいですし、ヘディングですね、ボンバーヘッド、キャノンヘッドつけてるよという方は勝者の嗅覚とヘディング特大アップですね、をつけていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、でアクセサリーはもうこれはですね、現状では数値的なところ、まあ、マスター勢はやっぱり太陽の、シリーズになってくるのかなというふうに思いますが、ここはですね、太陽シリーズじゃなくてもいいと思います。太陽シリーズやっぱり、4つステータスがつく最強の、レインボーの虹色のアクセサリーですので、まあ、OMF ということなのでこれがつけることができるので、まあ、これをつけてるという感じですね。でこれ攻撃意識のアップとシュートスキルの発動率とドリブル意識とドリブルスキルの発動率、ここが嬉しいところ。でこの下半身だけね、ショートパススキルの発動率ショーアップ、これがちょっと死にスキルになってしまってる。パス意識ショーアップ、まあこれはどっちでもいいかなというふうに思いますが、なんでここが一個もったいないかなと思いますが、まあそれをね、差し置いても、それをまあ置いといてもいいぐらいの、このステータスの利っていうのがありますので、ヨハン・クライフにはこの OMF の虹色がいいかなと思いますが、
制限性で戦ってるオーナーさんはあえてここでですねわざわざこれをつけていかなくても、まあ他のですね空ザメとか、でもいいのかなというふうに思います。そうそう、41万軽く超えてくるんですよね。これ僕、富安とか使ってますけど、ここアウベスとかね、使っていくともっと数値上がってくると思うので、もう本当ね、すごい総合値の時代に突入したなというふうに思います。はい、アクセサリーですね。ここ虹色じゃなくてもこれ、空ザメにしてゴールスレイヤーをつけて、まあ、結局ねこの OMF のアクセサリーに関しては虹が強いっていうわけではないんですよ。なんでかっていうと、あの虹アクセサリーの良さってステータスがいっぱいつくっていうところと、コンボ効果が2つあるっていうところなんですけど、ステータスがいっぱいつくところで言うと制限戦ではあんまり関係ないんですよね。制限ついてしまいますので、じゃあそこは置いておいて、じゃあコンボ2つつくからこっちが強いのかっていうと、そういうわけでもないですよ。なんでかっていうと、この虹色の方は流水なんですよ。まずドリブルとトラップチューアップなんですね。で回復に、丸で、これはスタミナが小回復するんですけど、ハーフタイムに結局ジョーカー使う場合は結局これ意味ないんですよ。だから死にスキルになるんですね。なんでジョーカーかます場合の OMF にこれをつけていくとなると、もう流水のみなんですよ、コンボ効果は。で流水のみっていうことを考えると、ドリブルトラップチューアップのみですよね。で考えた時に、この金色なんですけど、ソラザメ、これゴールスレイヤーなんですよ。シュートとパスチューアップ、つまりステータス2つのチューアップっていうところで、虹アクセも金アクセも結局ジョーカーかましてくるんだったら同じっていうことになるんですね。でジョーカーかまさなかったとしても、ハーフタイプの小回復程度なんで、まあまあまあないに越したことはないですけど、それよりかはシュートパスチューアップなのか、ドリブルトラップチューアップなのか、どっちかを選ぶという形になってくるっていうふうに考えておいた方が、いいのかなというふうに思います。なので選手によってはシュート数値が圧倒的に高くてパス数値が高いっていう、特に OMF の場合はシュートとパスが1番2番っていう順番に数値が高い選手が多いんですね。なのでその場合に関して言うと、この流水よりもさっき言ったソラザメのゴールスレイヤーの方が内部的にこのチューアップでかかってくる数値の上昇率っていうのは高くなります。で制限戦戦ってるオーナーさんは内部的な上昇率っていうのが相手よりも有利に試合を進めていく、まあ、ポイントだったりしますので、そうなってくると実はこの OMF に関して言うと、虹の太陽のアクセサリーよりも、金色の、空ザメのアクセサリーの方が上昇率が高くて、しかもシュートが上がっていくっていうところで非常に優秀だったりします。はい、まあ最近ね、シュートバフ監督が減っていく流れが始まっておりますので、まあそれに関して言うと、まあドリブルトラップが、高い。まあ今回のこのポゼで言うと、クライフは、監督がドリブルトラップのバフがあって、シュートバフがないので、そういう意味では、流水の方が内部的に上昇したものに、さらに監督のバフで上昇するっていう二重効果を考えると、太陽の、シリーズの方が相性が良かったりするんですけども、アクセサリー選ぶ段階で虹だから強いっていうわけではないと。特にこの、ソラザメと太陽はしっかりと、つける選手に合わせて見極めていく必要があるかなというふうに思っています。喉がちょっと枯れてきましたね。はい、ということで以上ヨハン・クライフの最強の作り方でした。まあこれでベストかなって個人的には思いますね。オプティマス、マーベラス、まあ5突版のトラップが手に入ったらここにつけるかどうしようか迷うかなっていうところですね。はい、まあでも今だったらこの選手につけるのがベストかな。ステータスも抜群ですし、レーン特徴センターも持ってるんで長生きしますし、そうですね、 OMF のムービングフォワード系統なんで、まあ長生きしそうですよね。はい、ということでこの辺で動画終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.